皆さんおはこんばんちは、エンターテイナー鍋です。さあ本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。はい、それではシャイニングレゾナンス実況プレイパート26やっていきたいと思います。前回は、第5章に入ったばかりということで、ほぼ回想シーンだけの動画になってしまってすみませんでした、今回からまたバリバリストーリー攻略していきたいと思います。で、前回からの変更は特にありません。てか前回から特にやっていません。はい、早速、シャリオン海岸へ向かうんですよね。わ、いきなりこの霧。ちょっと勘弁してくれ。絆ダイアグラムとか全然ついてないや。力を超えた思い。ドラグナの背負い、黄金の雷姫、ネガティブパワーがなんかいっぱい発動してるけど、これなんかもっとまたちょっと別な並びとか探してみたいな。なんかあんま良くなさそうだよね。まあいいや、ちょっとやっていこう。で、待てよ。クラバール平原から南に行く感じか。こちらに来ます。敵のレベルがなんか全体的にまた高くなってる気がする。これはまたレベル上げのしがいがありそうだな。あの霧で敵が見えない。よっしゃ。こう楽器がどんどん増えていっている。バンドのゲージも少し貯めておきたいな。ドラゴンフライレベル 43?相当的に強くなってるよこれ。こちらに来ます。ボス戦とか大丈夫かこれ。ちょっと心配だけど、まあ大体ね、あのストーリーが始まって冒頭の方はそんなに重要な戦いはないんですよと思いたい。準備して、こちらに来ます。いい気分だよ。ターゲット確認。あら、そうかい。こっから？あと南の方に。こちらに来ます。こっち？来るわよ。おお、カメ。こちらに来ます。あ、すごい海っぽい。あった、シャリオン海岸。わ、なんか鳥のなんか色違いがいる。よし。あ、 BGM もいい感じ。なんか早速でっかいドラゴンが。強力な敵。
まあ、またまたここにねアイテム回収しに来ることも、アイテム回収するかクエストでねここにお使いに来ることもあるでしょう。おう、あれはどうしたのソニア、お前の目には見えねえのか。帝国兵をなんでこんなところに。北西の方向距離40、向こうの帝国兵もこっちに気づいたみたい。もしや帝国の連中も同じ情報を嗅ぎつけたんですかね。だったらここで追い払っちまおうぜ。そのあたりゆっくりユグドラシのドラゴンソウルを探せばいい。そうですね、すでに帝国兵がドラゴンソウル見つけていたらこちらに渡してもらいましょう。うん、そうしよう、みんな気をつけて。まあいいか。なんか BGM が違う。あんまバンドゲージ溜まってないけどな、使ってみよう。盛り上がっていこう。おおほほ、みんなの思いを一つに、強くなり、みんなの力で僕にもやらせて。歌は入らないけどバイオリンもいい。よいしょ、敵多いな。よいしょ、さあ次僕たちの力見せてあげる。よいしょ、倒したぞ。僕たちの力見せてあげる。の力が本気でいくよ。倒したぞ。もう平気だから、本気でいくよ。どう、よいしょ、あっという間倒した。追い詰めた帝国兵ドラゴンソウルを渡さないからな。これが最後よ、この敵を倒せばもう残りはいないわ。逃しません。くらえ、僕にもやらせて。どうだ、本気でいくよ。倒したぞ。はぁ、僕にもやらせて。よいしょ、本気でいくよ。やった、やった。で、それ、僕たちの力、援軍来てるけど。どうだ、二人で絶対に勝とう。それ、はい、やった。で、それ、僕にもやらせて。いや、本気でいくよ。くらえ。どうだ、結構 HP 減ってる。よいしょ、ちょ、寝ろ、マジ。おっと、回復するな。ちょっと寝ろ、生意気だ。よくやりましたぞ。よし、これで帝国の連中は追い払いだみたいだな。帝国軍もまだユグドラシのドラゴンソウル見つけていなかったみたいね。それで兄様、この海岸のどこにドラゴンソウルはあるのでしょう。うむ、この海岸にはコーラルケイブと呼ばれている場所があるのだ。偵察隊の報告にあったのはその洞窟だ。わかりました、コーラルケイブですね。それでは早速向かいましょう。そうだな、急ごう。僕の力、おリブラップした。ちょっといい、キャンプもあるのか。だるい、キャンプで、いやでもな、キャンプで回復もしたい気もするけど、なんかイベント発生ちゃいそうだし、またなんかそんなに消耗してないじゃん。じゃあセーブだけ済ませて先に進みます。コーラルケイブ、
キリカ、ユグトラシのドラゴンソウルはどこにあるの？わかりません。海派を感じないのです。兄様、その情報は間違っていたのでは？何らかの方法でドラゴンソウルの気配を遮断？読み方がよくわかりません。かもしれん。とにかく行ってみよう。向こうだ。はい。ちょっと、ひねった感じはあんまり使わないでくれ。額のなさがバレちまうだろうって。こちらに来ます。道がわかりにくいな。ちょっと地図見ながら動いてるんですけど。こちらに来ます。おし、いい感じ。来るわよ。アイテム回収もあるでしょうけれども、まあまあ、とりあえずガンガン進みたいんで。イベントマークが出てる。待って、バンドゲージ全然溜まってないんだけど、もしボス戦とかあったらめんどくせえな。変ね。ユグドラシルのドラゴンソウルがあるのなら、それを祀った場所があるはずなのに。兄様、一体どのような情報だったのですか？すまない、キリカ。ユグドラシルのドラゴンソウルの話は嘘だ。はい。なんだと？お前何を考えてるんだ？こんな大変な時に。大変な時だからこそここまで誘い出す必要があった。万が一の時にもここなら被害を最小限に抑えられる。万が一？この中に私と交流のみが残り、他の者は外に出る。そうすれば暴走が起きた時でも。ユーマに何をするつもりなのです？言ったはずだ。もしこの少年が力を制御しきれぬようなことがあれば、私の手で殺すとな。それはこの間のことを言ってるの？そうだ。お前は交流の力を制御できず、危うくアストリアを灰にするところだったらしいが。何を言っているのです。制御はできました。アストリアは無事ではありませんか？今回はな。だがこの少年は一度ならず二度までも交流を暴走させている。つまりこの少年は未熟で不安定すぎるのだ。そのようなものに交流の力が制御できるなどとは到底思えん。だから私は取り返しのつかない事態が起こる前にこの少年を排除せねばならん。交流の暴走で一つの村が消滅したあの悲劇を繰り返すわけにはいかんのだ。交流の力で村が消滅？そうだ。お前のように交流を宿した者が力を制御しきれず暴走させた。その結果として多くの犠牲が。そんなことが。交流の力で村が。ユーマ、レスティの言うことなんか気にするな。いや、レスティの不安はもっともだと思う。交流の力の怖さは僕も十分分かってる。ほう。おい、何言ってんだ。まさかこいつに殺されてもいいなんて思ってるんじゃないだろうな。おっと、音声が乱れます。前だったらそう思ったかもしれない。だけど今は違う。僕と交流は絶対にそんなことを起こさない。なぜそんなことが言える？力を正しく使う方法が分かったんだ。交流の力を仲間たち、いやこの世界の人たちみんなのために使う方法が。大した自信だな。
自分なら力を使いこなせる、暴走など起こさぬ、そう言い切るのか。そうだ。お、言い切った。いいだろう。ならばその言葉を証明してみせろ。さあ聞くがいい。神羅万象を震わせる大いなる牙の響き、我は氷河の妖精騎士レスティセラ・アルマ。光竜を宿す者よ、お前の覚悟試させてもらうぞ。ふじゃあ早速、今より大きな力を見せてもらおうか。真の氷の力来た。でかキャラシュートレール氷第2形態。氷の形態が変化しました。各攻撃アクションもパワーアップしています。またこの形態では氷は暴走状態になりません。ほほ。ドラグ内の強化をフォースの MP 消費が軽減され、さらに栄翔時間が短縮、レゾナンスが発生しやすくなります。トランスフォーム中にバンドを使用すると、効果終了時にセンターとの D2 ゾーンが発動します。パワーアップしたトランスフォームをさらに活用して、バトルをより有利にしていきましょう。逃しません。お、技が確かに変わってる。ガス抜けます。言うのがつい。おお。おお。あ、で倒れた。前みたいなラッシュ力はないけど、攻撃範囲も攻撃力も高いぞ。もう暴走しないんだもんね。お兄さん、妹さん殺しすぎ。身をもって教えてやろう。危ない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 。おお、強いぞ。レベル上げずに来たからな。癒しの力よ、ここに。始めるわよ、みんな。ちょっとすっごいかもしれないけど。どう？素敵な曲でしょ？強くなる。みんなの力で。これでいこう。交流の力を使う。ほら。強い。とにかく攻撃範囲が広い。ぼーっとしないで、油断しないで。おしぶといだ。あ、決めた。盛り上がっていこう。私たちなら絶対に負けない。お、なんだなんだ。お、何人もの必殺技的な。今のが D ユイゾン。派手だね。
この私を打ち負かすとは。確かにお前は以前とはまるで違う。一体何がお前を変えたのだ。仲間たちだよ。いつも僕を信じてくれるソニア、僕を僕自身として見てくれるようになったキリカ、困った時には頼りになるアグナム、何事にもまっすぐなマリオン、いつもみんなを元気にしてくれるリンナ、それにもちろんフロマージュも、いや仲間たちだけじゃない、王様、バローズ団長、エマさん、プリムラ、それに町の人たち、みんな僕にとっては大切な人たちなんだ。そんな人たちを守りたいっていう強い思いがあれば、どんなに大きな力にも飲み込まれたりしない。それがやっと分かったんだ。いいだろう、お前の言葉信じよう。今の言葉を裏切らぬほどの覚悟と強さ、それらをお前が身につけていることは先ほどの戦いで理解できたからな。ようやく我が死に託された重荷を下ろすことができた。そう考えても良さそうだな。死から託された、それはユーマのことをですか。どういうことでしょう兄様、ちゃんと説明してください。実はな、私は死からユーマと交流のことを託されていたのだ。行く末を見守ってくれとな。いや、ちょっと待て。じゃあ今まで散々ユーマを殺すだのなんだの言ってたのは。決まっている、ユーマを鍛えるためだ。なんだと。おいおい。ただし本当にユーマが危険だと分かれば、私の手で殺すつもりではあったがな。だがこれで殺す必要はなくなったな。我が死の魂もようやく安らいでくれるはずだ。では私はこれで帰らせてもらおう。部下たちが待っている。その師匠様が何者か教えてくれないんだ。ユーマとどういうつながりがあったのかっていう。お待ちください、兄様。なんだ、キリカ。まだユーマを見守る必要があるのでは。戦いはこれからも続くのですから。しかし私には騎士団長としての任務が。ウェルラントの騎士団には兄様以外にも優秀な騎士がたくさんおります。しかしユーマを見守る責任があるのは兄様だけです。そうだそうだ。いや、やはりやめておこう。私は少し距離を置いてユーマを、そしてお前を見守ることにする。ではまたな。あら、一緒に来てくれないの兄様。レスティ、ありがとう。いや、それにしてもレスティ強かったな。第二形態になっている交流を2回もね、使うとは思わなかった。交流の暴走で一つの村が消滅した、あの悲劇を繰り返すわけにはいかんのだ。レスティが言ってたあの話、本当なのかな。交流、ちょっと聞きたいことがあるな。どうしたユーマ。僕の前に交流を宿した人がいたって、本当。うん、確かにそのようなものがいた。
やっぱり本当なんだね。驚いたな。僕以外にそんな人がいたなんて。じゃあその人が交流の力を暴走させて村が一つ吹き飛んだっていうのも、それも事実だ。そうか、やっぱりそれも。ありがとう、こういう。なんだと？なぜ礼を言う？だって、僕が子供の頃、交流の力を使って遊んでいた時、できるだけ村から離れろってしつこいぐらいに言ってたよね。あれは同じことを繰り返さないために言ってくれてたんでしょ。あのような光景は何度も見たいものではないからな。そうだよね、僕もそう思う。交流、僕の前に君を宿していた人ってどんな人だったの？僕が生まれる前のことなんだよね。話してはくれないんだ。お姉ちゃん急いで後ろに行って、たった今伝言があって王様たちの意識が戻ったって。おお、回復した。お父様が本当？よかった、これでもう一安心だね。ソニア、早く行って親父さんに会ってやれ。お前の顔見れ、王様もきっと元気が出るぞ。そうね、みんなも来て、きっとお父様たちも喜ぶわ。うん、そうか、王様が。よーし、じゃあもうすぐにでも会いに行ってやろうと言いたいところなんですが、今回ここまでにしておきたいと思います。いやー、またまたなんかだんだんとね、ユーマや交流といったその結構深いところの話がね、だんだん明かされてきているようですね。これからの展開がまたまたどんどん楽しみになってまいりました。というわけでね、今回はここまでにしておきたいと思います。というわけで、シャイニングレゾナンス実況プレイパート26はここまでにさせていただきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。